はい、どうも、コマンチーーです。えっとですね、オムロンの仰天する給料について話します。オムロンの平均年収は797万円ほどとんこですね。こちら年度別平均年収ですね。で、えー、オムロンとは、生活者には医療用機器や健康機器の製造業として知られていますが、えっ、ー、と、修行は FA のシステムと機器、制御システムと機器、センサー技術、電子部品、えっ、ー、と、祖母、割り込みシステムなどの えーと電子部品から機械、システムまでの産業用電子機械の開発、製造ですね。えー、と電子部品組み込みシステムですね。えー、FA は日本の製造技術全体をけん、えー、引する分野でもあり、特にセラービングに強いのがオムロンの特徴でしょうか。事業はグローバルに展開しています。所在地は京都府、京都市、下京区、塩商事、堀川東、不動、三道、801番地。 設立が、えー、と昭和8年に立石電気製鉄所として創業。従業員数が4245人。グループ企業全体では3万5992人。平均勤続年数が15年。と、ね、はい。こちら年齢別平均年収です。20代が320万円から610万円ほど。30代が706万円から730万円ほど。40代が820万円から910万円ほど。 50代が980万円から970万円ほど、60代が660万円ほどとなっております。今ね、ツイッターやってますので、チャンネルホーム概要欄に URL を当てますので、よければそちらからフォローお待ちしております。では、終わります。